クルーが。ありがとうするけどみたいな感じですよね。そうそうそう、ありがとうそしてさようならって感じですね。そうそう、始まんなかった。さらば地球よ、ぷっぷ旅立つ船は宇宙戦艦、うん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 、ヤーマードットロー、ドットロー、いざ飛び立つ、さらば、うよ、あ、これで、内部です。なんていいボタンなんだい。はい、素晴らしい。学習でいいですか。あのほぼ白に押してます、はい、ほぼ白に、うん、あでもここでいいんすか、ここでほぼ白って言われちゃったらインポスターに狙われません。まあ、それで狙われません、僕死なないんで。かっこいい、かっこいい。それ死なない場合大体インポスターだけど大丈夫それ。いやいやいや僕には死なない立ち回りができるんで大丈夫です。なるほどね。フラグがビンビン立ってるんですけど大丈夫。いやいや大丈夫です。リスク管理すれば大丈夫なんで。あの弁当とかじゃないんですけどちょっといいですか。あの、はい、今エレクトリカルに所定のアメネコさんとゾニキさんだったかな、はい、と言って僕最後に出ようとした時にマユコさんがちょっと入ってきて、僕がエレクトリカル内ですれ違うタイミングで一瞬食ってもらってきたから殺すか迷ったふうに見ました。とだけ言っておきます。あの普通に中から一人だけで来たのでやべえ殺されると思って一瞬引き返そうとしたのは事実です。なるほどね。ごめんなさい、失礼しました。ビビっただけです。あ、なるほど。失礼しました。まあ、特にないです。いや、でもそれは結構正しいと思いますよ、その感覚は。うん。うん。だから、そこ屋さんありますか、一言。みんなで助け、頑張りましょう。いや今のくしゃみタイミング天才がいる。すごいな、今のかぶせすごいな、かぶされた。大家さんのこと嫌いやろ。水色、水色、絶対知らないようにしよう。色緑黒、色緑黒、ここはやりません。青、2人いるから大丈夫なはず、2色じゃない限りは。青、水色、緑。では飲み行きまーす。青、水色、黄緑。知らない立ち回りを許させたい。青、黄緑。わお。はい、はい、スナッパイさんとロラで構いません。なんで倒した僕に先に喋らせないんだろう。給油のところで、ゾニキさんがキルしてまだ立っているカキさんを発見しまして、でそのまま、給油のところから左回りで上に上がっていくゾニキさんを発見しています。私の主張だと、ストレージの、扉が閉まって、なんか複数にガチャってきて、で、なんですかね、シールド方面、行こうとしたんですけど、まあ、そろそろ、まあ、ボタンの押しどころかなと思って、で、なんかみんなでもボタンの方向かってったんで、まあ、タスク継続するかと思っていって、左の方に行ったらスナイパーさんが切ってたっていうところです。はい、マシャカリさん、目撃した方いますか？右いたかな、センターさん見ましたけど。なんかね、右の方にいたような気はしなくはないけど覚えてないや。ナビゲーションの方にコミサボを無視していくマイコさんを見たのと、 O2 でさっきと似たような挙動されたので正直だいぶマイコさん怪しめに見えます。その後しかもその後来てないですね、コミサボ。あ、行ってないです、私行ってないです。コミサボの最中に O2 にタスクがないことだけ確認してナビゲーションのタスクを終わらせました。うん、まあ、シャカリさんの目撃情報なしってことですかね。
なしかな。コミュニケーションには来てないんだよね。水色見てない。ナビもしかしたらナビあたりの肉通路で見たかもしれないけど、ちょっと記憶怪しい。あれ茶色だったっけな。水色緑と、うん、あれ。ウェポン。茶色ウェポン。黄色だった気がする。ピカクロさん、私はいたから、ね、もしかしたらエレジーさんが私を見間違えたのかもしれないぐらいで。ごめんなさい、ちょっと今日の話してみましょう。ゾニキさんかスナパイさんだと思うんですけど、ゾニキさんは、ドアの前にいたんですよ、ストレージの右側の。あ、見た見た見た。で、その奥に3人ぐらい、カキさん含めいたのを見ている状況でキルしてるっていう感じにはなります。そう、あの、ゾニキさんが犯人の場合。キルするって、あれですよ。あ、やべ。ボタンを押してた。犯人探す動きをゾニキさんはしていないですよ。ボタンを押した人ボタンを押しちゃった。ゾンキさんやるかね、あんな見られててと思っちゃったけど、マスナパイさんの証言もわかる。ありがとうございます。ロラしてもらえばいいので、誰かがスキップをして、あ、いいですか。じゃあ、スナパイがスキップします。はい。はい、しました。それ以外の人がスキップ入れたら一発でわかります。わかりました。じゃあ、私はスナパイさんに入れます。じゃあ、とりあえず、どっち入れるか決めるって話だと思うんですけど。あ、スナパイがスキップ入れたから、どっちかに入れれば釣れる。あ、じゃあ、これ、スキップ入れたって言って、ゾニキさんに入れてた場合ってどうなりますか。あ、そしたら、例えば、4票4票で並んだときに、スナパイのインポスター確定するんで、やんないと思ってますし、だから僕はスナパイの方が心証めちゃくちゃいいので、ゾニキさんからいっちゃいそう。1票捨ててるんでね、ゾニキさんに入れる1票。まあ、ロボスだったらお土産したいだろうなって。ありがとう。お土産したいから残りたがるだろうなと思う。僕はね、クルーメイトとしてね、できることは何でもやる。めちゃくちゃ白っぽいですね。まあでも、インポスターの時でもインポスターとしてできること何でもやるから分からないけど、心証はいい。まあ、そこの、結局ローラーは完遂してほしくて、私、落としでもいいので、とにかくマシャカリさんのキルを洗ってほしいと思っています。グレイチの私から言うのはあれなんですが、左側アドミン全然ついておらず、エレクトリカル1、で右、あれですね、ストレージの壁閉まる前、コミサボの後ぐらい、治った直後に見た情報では、エレクトリカル1、左全然なく、コミュニケーション2、シールド1とかナビゲーションにもついてたとかいう感じで知った。グレイチが言うのはこれぐらいってか、黒イチが言うのはこれぐらいにしときます。あ、マシャカリさんの位置洗う時間作って押してません。まずありがとうございます。でも右にいる可能性が高いんじゃないの。右か、いや多分ね、左かもしれないから何とも言えない。シールドって右上だったらピカ君だし、右下だったら真横ちゃんが容疑者って感じじゃん。そうなると僕目線はなんか先行抜け、先行でマシャカリさんが例えばナビゲーションとかに抜けてるんだったら真横さんとかになるかなって感じはあるけど、いやそれだったら多分組み直してると思うんで、それもないと思います。うん、僕がその後ナビゲーション行って見てないんで。まあ、証言的にはスナパイさんの方が白いよね。理論中には。でもシチュエーション的には、思っちゃったけどな。ありがとうございます。絶対押すと思ってた。あのね、微動だにしないスナパイさんを見ました。素晴らしいです。ロラする?一応申し訳ないけど、僕は今回は釣りたい。あ、同じくです。一応釣りたいです。はい、はい、僕、白稼ぎ発言と行動しまくってるんで、黒だった時に、はい。まあめんどくさい。まあ、そっか。そう、どれだけ得するでも。でも、アメリカさんは信じて負けてもいいと思う、俺にだったら。いや、入れるけど。なんでやねん。だから、あれだけ得するでも、後で疑われる。二郎でスナパイさん疑うの嫌なので、今のちょっときたい話だからね、それって、今回のスナパイの行動って、心象がめちゃくちゃいいだけで、苦労否定要素って一個もないんで、正直ね。わかる。だから、申し訳ないけど、入れちゃうっていう感じであるけど。あ、そうか。いや、でもスナパイが苦労だった時に、
めちゃくちゃ狂いのある結局ボタンも今回押してるし、うん、行動してるから勝ったら割とスナパイの功績はでかいと思う。クルーがありがとうするけどみたいな感じですよね。そうそうそう、ありがとう、そしてさようならって感じですね。そうそうあ、マシャカリさんの話していいですか。はい、コミュニケーション直った後以降であれば、トウヤが先端恐怖者、先端さんずっと見てるのでセンターさんは無理ですって感じです、ね。ちなみに2人でマイコさんって見ました。右側にいる、あ、僕はマイコちゃんは、ナビゲーションにいるのを見てます。あ、同じく。はい、ダウンロードタスク終わって画面開けたらアメネコさんがいて、おいるってなったので。じゃあずっといたって感じですかね。あのすれ違ったりとかした後、多分僕ナビに行くところまでしか見てないんですけど、私は全部タスク終わらせたろうと思って、ナビに行くところのマユコさんで配線のあたりで止まってるのまで見てるかな。はい、配線やって僕全部終わらせたんで。配線やってるのか。配線やってるやってる。となるとね、フェイクタスクにしてはね、丁寧すぎるからマイコちゃん来るかもって思ってる今。リスク高い。ちょっと怪しんでたけど、ね、うん、うん、それならちょっと今回スナパイは無投票にします。はーい、これに関しては間違っててもいいと思うから言っとこう。スナパイありがとう。はい、ありがとうございます。これインポスターにありがとうって言ってたら面白いから、もういい、でもクルーだと思ってるから言う。ありがとう、さよなら歌が流れてます、まあ、クルーだと思ってます。これスキップ入れた人洗わないでください。はい、ピー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 色、色。マクロスさんまだ用事あるんだ、こっちに。マクロスさんの配信に。身も来なかったのに。マジ来ねえ。私来ねえ。来た。まあ無理に助けやってね、そんな命がけ助けやる必要ないですからね。始まってる。ナビか。リアクター来ねえかな、早く。リアクターで終わるんだけどな。まあでも、ロラしてるから絶対来るでしょ、リアクターは。あと、初手でナビは行けばいいし。来た。いいよ、緑。黄色、緑。まゆこです。リアクターを直して下から、トウヤさんが上がってこないのを不審に思って降りたら死体がありました。ピカクロスさんが颯爽と逃げていました。以上です。私です、インポスター。私に入れてください。まあローラーで終わっちゃうからね。うん。ピカくんか。偉いな、ちゃんとチェックして。いやー、強いっすね、あそこね。さすがだわ。なんかマユコさんにしか負けてないわ今回。てかマユコちゃんに負けてるよね、なんかインポスター。なんかね。いや、私インポスターの時ボコボコにされてるんで。言ってナイスファイト。ナイス。ナイス。ピカクロさんまた右行ってたから絶対インポスターだと思ってピカクロさんだけ殺されないようにしてた。ね、途中から気づかれちゃったから無理だなと思ってやめました。とりあえずセンターさんやろうかなと思ってたんで。うん、絶対死んでも速攻見つかる場所でしか動いてないです。あ、スナパイスキップ入れたの誰って言ってるよ。あ、ピカクロス。ほら、洗わないで正解。あ、なるほどね。あ、ちなみに僕も
放送で同じこと言ってて、あのいやこれでも入れた人って白いんじゃね、いやむしろスナパイが釣られる流れなの分かってて白稼ぎにしてるインポスターだから洗わないのが正解だ、スナパイさすがって褒めてたところ。いやー最後いやちょっとスナパイを好きになったな今日。いやいいとこなかったな。いやでもね、ピカ君のね、チャレンジ精神超いいわ。いやーそう、だから結局ハマったら強いから、ああいうのやっていくのが絶対正しいから、まあまあ見習いたい。失敗したらあれだけど、あれしないと勝てないですよ、ね、そうそう本当に本当にそう、だからあのアクティブ精神というか、めっちゃキルファイトしての偉い。そう、うん、いやなんかうまいこと固まれてましたね、なんか無理でしたね、申し訳ない。いやいやしょうがないです、見つかっちゃうのはしょうがないんで。マシャカリさんって一体どこで死んでいたんですか？僕右上の方、左で、左なの？左か。筋肉将棋が殺しました。あ、ニキルなんだ。ニキル。ニキルなのか。そうなんだ。マジか。マジで剛腕。これは予測してなかった全然。この序盤でニキルは正直強いですね。ロラになっても正直勝つのができるみたいな。それさマジ殺しまくるからな。そうなんや、ニキルやったんや、だから。なんかめっちゃアクティブですね。インポサすげえよマジで。元気。多分アクティブにしないと勝てんかんな今、ね。そうですね。やる気元気そうに来た。いやあ、わかるけど1キル目難しいんだよな。でもすごい本当に。そうなんですよ。勇気がね。でもなんか思い切ってピカ君みたいに思う。なんかバレたらしょうがないぐらいでやるのが一番強い気がするわ。でもあれもあれじゃない？カフェの。右上のキルとか全然容疑者じゃなかったでしょ、2個前。そうですね、多分あれダウンロードやってて、普通にまっすぐ行くとギリギリレポート光んないんですよね、多分ダウンロードでやってると。だから、うん、ダウンロードだとそうですね。そうだから初手で初手でやって、そううまく、うん、そうだから言及しようかなと思ったけど、絶対これピカコロスさんまで容疑者いじりちゃうからやめとこうと思って黙ってました。あのシーティマヨコさんが多分あのピカクロスがカフェテリアから遅れて出てきてるのを言われたらきつかったなと思ったんですけど、それも言われずにリアクター一緒に行ってくれてたんで。まあ、全然すごいな、その辺全然気にしなかったですね、私。よく考えれば。そう。いやそう言われてみればそうなのか。なんか、今回、私、インポスター結構引いたんですけど、なんか、つくづく思ったんですが、このゲームって、インポスターがクルーメイトを倒そうとするんじゃなくて、インポスターのことをいじめるクルーメイトたちなんじゃないかなって、ちょっと途中から思い始めてきて、それぐらいね、きついんすわ、クルーメイトのそれぞれが。そうです、知らなかったですか。いやもうね、ダメ、いじめちゃダメ、弱い者いじめはダメ。インポスターに優しくしなきゃ。ビクビクしちゃうもんね、もうインポスター引いたら。なんかもう